こんにちは、痩せるデブスのチューブの堀川です。はい、今日もメール来てますか？はい、お願いします。突然のメール失礼いたします。はい、いつも楽しく動画を視聴させていただいております。はい、ありがとうございます。特に、はい、デブ一家の札幌観光の動画が好きです。はい、ありがとうございます。最近撮り始めました。このシリーズを続けていただけると、はい、都内在住の私のようなファンも、はい、コロナが落ち着いたら札幌に行きたいなと思います。いつでも来てください。ところで、はい、私の仕事は、はい、未だテレワークが続いており、はい、パソコン作業が多いので、はい、頭痛を感じることがとても多いです。頭が痛いですね。わかります。肩こりと、はい、目の疲れと、頭痛のアンハッピーセットが常に訪れます。アンハッピーセット、今回のマクドナルドのハッピーセットなんですか？プリキュアか。はい何か、はい、手軽に解消できる方法はありますでしょうか？あります。教えていただけると幸いです。いやですこれからも応援しております。ありがとうございます。じゃあ教えます。応援してくれるんだ。デブさんも体に気をつけて頑張ってください、はい、誰がデブだよ、失礼なやつね以上です。はい、あの頭痛は実は結構あのいろいろ原因があるので、あのもしこれをやってみて、あれ全然良くなんないけど、むしろ悪くなったぞなんていう人がいれば、すぐにあのやめるようにしてください。で、頭痛がもう2週間ぐらい続いて調子おかしいなと思ったら、なるべく早めに病院に行くようにしてください。頭痛が原因であのうつ病になる人とかもいるので、あの決して無理をなさらずいてくださいというところでございます。はい、んで一番手っ取り早く頭痛治す方法でいいですか？お願いします。はい、ここの耳の出っ張ってる部分ありますでしょ。これをこのまま外側のところ、この外の耳のこの外側を引っ張りますよ。このままこれピューッと辿ってって、この耳の端っこ、これを餃子を作るような感覚で引っ張りながらちょっと前に言ってください。あの痛くならない程度にね。で、これをあのちょっと引っ張ったままですね、10秒ほどやりますよ。で、この間はあの深呼吸をしてください。ここ音声カットします。奥さん届いてるもんね。7、8、9、10。あ、 OK です。これを3回ほど繰り返してください。あの頭痛が出てる時とか、頭痛になりそうだなと思った時とか、あのね、一つこれ聞かないのは、あの顎関節症の人で頭痛がある人っていうのはいまいち効かないかもしれないので、その辺はご了承ください。もし効かなくても僕のせいにはしないでください。顔を隠しておきますというところで、今日の運動はラグビーチームの、サンウルブスさんの全身サーキットプログラムってやつをやったんですけど、3番目か4番目ぐらいにね、こう腕立て伏せをしながら足触るみたいなのがあるんですよ。あれはね、めちゃめちゃ辛かったですね。あれやるときは多分地面あんまり滑んないところでやった方がいいかと思います。僕やったところは地面ツルツルだったんで、ちょっと足が滑ってちょっと不安だったので、で、あの体力に合わせて時間を設定して、僕は1分やって30秒休むっていうペースで全部で8セットあったので、8分運動して、4分間休憩になってるみたいな感じでしたね。結構あれだけでいい運動になったと思います。そう、肩こりとか頭痛とか膝とかの痛み、腰の痛みっていうのを僕たちは専門家で取り扱ってるので、そういうストレッチとかちょっとしたセルフケアみたいなのを紹介できると思うので、もし何か聞きたいことがあったらコメント欄でコメントいただけるか、そして役立ったらいいねとチャンネル登録をお願いします。では運動トレーニングだよ。でもトレーニングだよ。逆立ち。逆立ちはしないよ。これをやるYou're missing them tears ago, my life be like, oh.
Nu vill jag kunna ge tillbaka allt jag inte kunnat ge förut. Det finns ingen annan där som kan stå här by my side, oh why. Sättet du rör på det får mig att dö för dig baby. För de här yardies, yardies, de vill ju bara dra ner oss. Men du är fett och vanlig. På det jag lägger all min tid och jag vill ha det, ha det. Du får mig känna safety. Jag kan nog leda baby. Och jag kommer aldrig ändra mig. Aldrig, aldrig, aldrig. Kommer aldrig känna så här för någon annan än dig. Aldrig, aldrig, aldrig. Kommer aldrig känna så här för någon annan än dig. Varje gång jag bak på dig jag tänker åh vilket kap jag gjort. Jag skulle gå tillbaka till tid, göra om allt igen och förstå, förstå, förstå. Se det som ett allt, det är det jag vill wipa. De här yardies, yardies, de vill ju bara dra ner oss. Men du är fett och vanlig. På det jag lägger all min tid, jag vill ha det, ha det. Du får mig känna safety. Jag kan nog leda baby. Och jag kommer aldrig ändra mig. Kommer aldrig känna så här för någon annan än dig. Aldrig, aldrig, aldrig. Kommer aldrig känna så här för någon annan än dig. Jag vet det bara life for me and no. Jag vet det bara ta sin tid. Jag vet det bara life for me and no. Stay with me baby. Jag vet det bara life for me and no. Jag vet det bara ta sin tid. Jag vet det bara life for me and no. Stay with me. Du lägger tid, du är där för mig. Jag svär mitt liv, pressar runt dig. Du bär på mina bebäck så att när jag visionerar vår framtid. Låt mig hålla dig baby, hey, yeah, yeah, yeah. Kommer aldrig känna så här för någon annan än dig. Up to
一緒に運動してくれる人とか、一緒に私もダイエット頑張るぞっていう人がいたら、いいねと、あとチャンネル登録もお願いします。